おはようございます、塾のコウですのでいつもはライブ放送でお届けしてるんですけども、まあ、最近はですねあの育児の現場からみたいな感じで、えー、予測がつかないことが起きますんでね、えー、しばらくはこうやって、えー、事前ロックがでお届けしようと思います日付は9月27日朝4時27分ですね朝4時27分なんですけども場合によってはねうちのヤマトくん2時半とかに起きてもう眠らないとかっていうこともあります 4時に起きてくることも十分ありますので、油断ができませんね。で、今日の話題なんですけども、9月30日21時からになります。本当にね、えー、34日後になりますけども直近なんですけども、もえ体、ー、のエイダのーまば、あ、くちゃんさん,んですね。 カルダネダー10万円勝負の YouTube チャンネル、バックチャンさんえ。こちらの方がですね、即可塾の塾長さんでえ頑張ってきてくださってるんですけども、もうすごい人気の YouTuber さんになりましたね。で、この度、ブロックチェーンエキスポっていうのが幕張メッセでありますえ。ブロックチェーンの、まあ、いろんなね、イベント、出展、こういったものが 展開されてワクワクするわけなんですけども、こちらの方に出展されるということで、バクチャンさんがお知らせがあるということでね、ズームライブ対談をさせていただく、その日程が9月30日の21時からなんですね。す、ま、で、あ、に URL はあーご案内していると思いますけども、改めてね、その動画の概要欄に、ズ、えームの URL と、それからあ紹介パスワードなどをつけておきますので、そちらの方でログインしてくださってください。えーまあ、いつものように記録はしようかと思いますけども、 記録がができてるかかどうかこれはね、いいえ自信がありません今のところ、うん、録画ができてないっていうことはなかったんですけども、まあ、ちょっとした設定の間違いで、えー、記録が取れないってこともあり得ますので、できればライブ放送にお越しください。えー、もしね、録画の方が成功しましたら、またね、皆さんにお分けできると思いますけども、えー、今回はね、えー、そうですね、まあちょっとその辺を置いときましょうか。まあ記録は最大限させていただきます。で、今回のカルドネイダの ブロックチェーンライブなんですけども、まあ、どんな出展をされるのかっていうことと、チャールズ・ホスキンソンさんがどういうふうにいらっしゃるのかっていうこととね、あとはまあプレセールとか、あそれから上場後の購入ですとかね、それからビットポイントジャパンとかコインベースとか、あとビットコイン桜なんとかっていうところとかもありましたね、要するに日本の取引所でも手軽に ADA が売買できるような環境が整ってきたってことなんですよね、まあ、そういうことについてもいろいろ聞いてみようかと思います。えー、そしてステーキングですね。 ステーキングの委任の募集もしてますので、えー、しますので、えー、ぜひね、そちらの方もご検討ください、えー。これから体の枝参入しても全然大丈夫です。私はほとんどのお暗号通貨、今からじゃ遅いんじゃないかなというところばっかりでございますけども、体の枝に関しましては、これから始まりますんでね。まあ、ずっとこれから始まるって言ってますけどね。特に体の枝は、他の暗号通貨は消えようとも、これからも根強くうそこにね、いてくださる。そんな私たちのブリッジ通貨、 基本通貨になななるんじゃいいかなと思います、うん、そのこともね、9月30日しっかりとお話したいと思いますのでよろしくお願いします。ということが告知の一つ。もう一つの告知なんですけども、みんなの銀行やってますかみんなの銀行、今日の私の成績はどうでしょうか頼むよ。あ、入ってますね。はい、今日も入っております。みんなの銀行。だからね、やめないことですよ。稼ぐことをやめたら稼げないですよ。稼ぐことを続けるから稼げるんですよ。単純なことですけどね。 それから YouTube に関しましてはあのいろんなね即歌塾の塾生さんも YouTube に挑戦してくださいましたけどもあの全員ではないにしろ有名 YouTuber になっている人もいるわけなんですよですんであの更新し続けるってことをねでテーマを持って更新していただきたいんですけどももしテーマがなければ何でもいいですもう私がね背中を見せてると思いますけども何でも上げてるでしょ大和くんがプラレール大和くんが泣き叫んでる大和くんが歩いてる そんなことでも別にいいわけなんですよ。最近はセルシオの動画も撮ってますよね。うん。常にどんなものでもネタにしていく。そして喋り続けることによって喋りがね、どんどん得意になっていくんですよ。喋りが得意だから喋るんじゃないんですよ。苦手だから喋るんですよ。ね。できないからやるんですよ。そうしたらできるようになるから。できるようになったら、必要な時だけやればいいんですよ。だから考え方がまるで反対なんじゃないかなと思うんですよ。多くの方は。稼げない人はやった方がいいです。 稼げてる人は稼ぎたい時だけやればいいと思います。ただそれだけなんですけどね。はいえー、まあ何にしもね、みんなの銀行、ポイントサイト、セルフバックなど、小手先の技はありますけども、小手先の技でもね、やり続けると本店になりますから、あぜひね、チャンスを作っていただきたいと思います。そして YouTube で継続することが、私はね、お金の問題を解決する何よりもの近道になると思います。それから発信する力もつきますよね。 何かどっかで嫌な目にあった。何かどっかで嬉しいことがあった。そういった自分の気持ち、感情、現実を知らせることによってメディアっていうのは作られていくんですよ。マスメディアだけがメディアじゃないですからね。私たちの口コミメディアっていうのが今求められています。個人の意見っていうのが求められています。そこに価値がつき価格がつく。それが情報発信で暮らしていくことの醍醐味ですからね。これは忘れないでおいていただきたいと思います。それでは以上でございます。ブロックチェーンエキスポの、えー、ズームライブ。 9月30日ぜひお越しください。下の方の URL からログインしてくださいね。それじゃ。